チェックメイト。もう逃がさないの。あなたとはたっぷり話をしないと。何これ、3つのパスコードがいるの？3つのパスコードを探すしかない。やるしかなさそう。
楽勝だったわね。化け物はここでお留守番してなさい。ウイルスが体の中に広がるのを感じる。あなたがくれたものをそっくりそのままお返しするわ、シモズ。この声はネオアンブレラのエイだ。最初は怖くてたまらないでしょうね。でも安心して、元から人手なしのあなたが人間じゃなくなるだけよ。地球上の全人類と一緒に、ね、この世界を築いたのはあなたのファミリーなのかもしれない。でも明日からは何もかもが変わる。シモンズとの間に何があったの？やっと会えるわね、ドッペルゲンガーさん。止まれ、エイダ。人違いとも言い切れない。説明している暇はないわ。スポットライトはお断りよ。おとりやかご苦労さま。もう少しだ。またサーチライト？まるでゴキブリね。
なぜうまくいかんのだ。サナギの生態構造に遺伝子データを組み込むんだ。実験台を見つけろ。次の実験にはカーナーを使え。条件が近い。だがくれぐれも気づかれるなよ。そうだ、おいいぞ。完成だ。唯一私に従わなかった女をこれで葬りされる。誕生おめでとう。エイダモン。そういうことね。間違いはないようだ。君たちの近くの外海にミサイルを搭載した空母を確認。本土を狙ったミサイルが発射準備に入った模様。急ぎ阻止せよ。絶対な。シモンズを憎むあまり彼の作った世界を破滅させようとしたのね。でもカーラとしての心がそれを邪魔した。私を引き込んだのも止めてほしかったから。バカね。シモンズに復讐したいだけだったら助けてあげたのに。
ってるとこ悪いけど、あなたはただの偽物よ、所詮ね。さよなら、カーラ・ラダメス。彼女はシーウィルスの強化型を撃ったのね。でも そろそろお休みの時間よ、カーラ。始末は任せるわね。私はシモンズを片付ける。